5人最終日の CDDV が潰された。一部キンプリファンが憶測で暴走。恥ずかしい、ときややかな声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんな泣くはずじゃなかった。 最後のありがとうというフレーズも、いつもは普通にカメラに向かって歌うところなんですけど、メンバーにも言えたし、ファンの皆さんにも言えたので、すっきりしました。5月20日、音楽番組、メニュー 101NHK でこう語ったのは平野仕様、26。22日をもって岸優太、27、神宮寺ー太25、25ももにキング・アンドスから脱退し、 ジャニーズ事務所も退場する。騎士は9月30日に退場。この日の放送は、金プリ5人では最後のテレビ出演だった。番組では、一番、シンデレラガール、ビューティフルフラワーの3曲を披露。最後の曲となった、ビューティフルフラワーで平野は歌い出しから涙を耐えきれず、歌うことができなかった。 最後は5人揃ってカメラに向かい頭を下げたキンプリだったが一部のティアラ、キンプリのファンの愛称はこれとは別に本当の最後を主張しているようで、脱退の日である5月22日 CDDV ライブ、ライブ TBSK にキンプリが出演し、それが5人での最後のテレビパフォーマンスだとティアラの間では話題になっていました。 その根拠は4月24日発売のテレビ誌月刊ザテレビジョン。紙面に掲載されていた番組表によると5月22日午後8時から CDDV の放送枠が設けられていたというのです。スポーツ上記者。 しかし実際には5月22日の TBSK では午後7時からアイアム冒険少年の2時間スペシャルが放送され CDDV の放送はない。これを受け一部のティアラは SNSA で金プリの出演予定が番組ごと潰されたと嘆いているのだ。 CDDV が急になくなったの、どう考えても嫌がらせとしか思えないんだけど、なんで CDDV なくなったんだろう金プリの最後の CDDV22 日の消されたって本当すか番組ごと消されたって、それやばくない一部のティアラがざわつく番組つぶしだが、前でのスポーツ紙記者は苦笑しながら言う。もともと、 テレビションの番組表の CDDV の番組内容には、アーティスト自身が作り上げるステージを丸ごと性なかつ逆三角ライブ裏側にも密着と書かれているのみで、キンプリが出演するとは一言も書かれていませんでした。にもかかわらず、 5人として最後の日に放送があるなら当然キンプリも出るだろうと思い込み、一部のティアラはキンプリが CDDV に出演予定であると思っていたのです。結果として22日に CDDV の放送はありませんでしたが、そもそもテレビガイドに掲載された編成が変更されることは珍しくありません。 ましてや、C、D、D、V は生放送ですしね。これを一部のティアラは、5人の金プリをテレビに出演させたくないというジャニーズ事務所の思惑があるのではと根拠もなく疑っているのです。メンバーの脱退を悲しむあまり、一部のティアラの間で広がり続ける憶測。こうした動きには、同じティアラからも冷ややかな声が寄せられている。 CDDV 金プリが出るなんて一言も書いてないのにどうして出ると信じて疑わないのか、そしてそれが突然消えたと、なぜその思考回路になるのかわからない CDDV 金プリ出ます。最後の出演、簡単ふ、 って書いてあったの消されてたなら大騒ぎわかるけど番組自体が雑誌のテレビ欄から消えた矢印これは金プリが出るはずだったのに事務所にもみ消されたんだ。簡単ふ、はさすがにおかしいファンになるからやめてから恥じすぎから。 ティアラが522の CDDV なくなったって言ってるけどああいうテレビ知ってまだ編成が決まってない状態で掲載されてることが多いから元々の時間帯を掲載しての力2時間施設 P とか変更になるもんだと思ってたんだけどだけど一週間切って困難でまた暴走されたらたまんないね